覚えてんのかな、なんかコメントが来ないや。今日バカバカ配信ですか、なんか止まる。コメント来てる、これコメント来てんのかな。わさびさん、だるまさん、ありがとう。はぁ、久しぶりって、みなっぴー、久しぶり、嬉しい。動いてるかな。ごへいさん、だるまさん、ありがとう。ナイスミドルさん、ハート、ありがとう。止まってるかな。ストラドレイトさん、ハート、ありがとう。あ、気出したかも。みなっぴー、キラキラ、ありがとう、久しぶり。多分動いてきてるかな。コメントたくさん来てる、本当に。あ、じゃあ来てるってことかな。ゆうちゃん、ハートありがとう。シュガキさん、だるまさん、ありがとう、ありがとう。動いてるっぽいな。多分コメント来てると思う、私の元にも多分。うん、多分来てるよ。うん、来だした。こんばんは。磯風さん、かわいい、ありがとう。遅めのご飯食べながら見てます。私も遅めの夜ご飯食べました、さっき。うん、みなっぴーだるまさん、ありがとう。みんなの今日の夜ご飯は何ですか、何ですか。え、トマカラ麺、美味しそう。いいね、え、トマトカラ麺ね、トマトカラ麺ね、最高。何から、何から食べた、伸びようから食べた、マスモト。新人の同行したんやけど、うん、初めて会うからなかなか難しかった。あー、お疲れ様。お雑煮いいね。お雑煮、私まだ食べてないお雑煮、今年。うん、食べたい。寒かけ鍋です、最高。何鍋。夜はチキン南蛮と鶏のたたき、鶏のたたき食べました。最高の旅ですね、それはもう。いいね、いいね、いい旅してるわ、めっちゃいい旅してる。牛丼食べました、いいね。マスモトですよ、美味しいよね、マスモト辛麺。うん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 、トマト辛麺何から。サーモンはちなみに7からまでなら食べたことあるよ。3から一番美味しい、それは。チーズトッピングした。最近料理にハマってるの、みんなハッピー、偉い。得意料理何。ウニ、イクラ、カニのちらし寿司と野菜の煮物となめこ汁食べてますって。おっしゃんだな、ウニ、イクラ、カニのちらし寿司って。え、ちらし寿司にさ、ウニ入ってんの、すごいね。寝不足ね、いっぱい寝て、今日はいっぱい寝て。ドミノピザの5000円割引クーポン、すごっ。1000人当選のやつに当選して100円でピザ食べれてて最高。え、プチ幸せじゃない、もうそれは超幸せ。うん、3からが限界かなってトッピングしてません。3からが限界、辛かったってこと。3からがさ、一番おいしくない、ちょうどいい辛さ。うん、焼き飯、餃子、いいね。中華、ハンバーグ、最高最高、ハンバーグね。うん、マスモト食べてさ、次の日までお腹やばかった。まあね、そうね、あの久しぶりに食べたりするとそうなるよね。とか初めての方になるかもね。
ゆうちゃんキラキラありがとう。メナピありがとうね、嬉しい。ゲットしたから変えてみたとアイコンありがとう。ぜひ皆さんもよかったら空のアバターねゲットしてくださいね。まだの方は100円で L サイズね、100円で L サイズってもうすごい、ドリンクの値段じゃん。ピンクカメオさんハートありがとう。サンカラでまあまあ汗出ました。まあ初めてやろ、初めてよね、初めてでまあサンカラやったらすごいよ、うん、確かに初めてだとね汗かくかも。そうは、でもサンカラはまあ汗はかきますけど、あれやね、食べやすい、めっちゃ、うん、美味しい。チーズドッピングしたら、私チーズドッピングするからですかね、あんまり多分じゃあワサップさんよりも辛くは感じないですよね。チーズが入ってたらまろやかになるから。ちょっとピンクカメオさん、ダーレモさんありがとう、黒曜さんマグカップありがとう、トラトーさんフックありがとう、ナンさんハートとフックありがとう。卒業してからますます綺麗になったねって、嬉しい、そうやって褒めてくれて、モチベになります私の。うん、最近ポニテで配信多くない、私多くないね。また今年でマキシマムのハンバーグ買いに行こうと。マキシマムのハンバーグ絶対美味しい、食べたことないけどね。マキシマムがね最高、万能なんですよ、万能スパイス。まいちゃんさんキラキラありがとう。隣のお姉さんしれっと蜂から食べててすげえって思ったって、あのじゃあ私が育てたお隣の姉さんの穴からなんですごいって思ってもらえますかね。蜂からか、8だけに蜂から挑戦してみたい。うん、みんな辛め行ったら蜂から食べてみようよ。まあ、1回目はちょっと無理かもしれないけど2回目ぐらいでどう、みんな。まあ、多分蜂からはね辛いと思うよ。うん、ゆうちゃんだるまさんありがとう。あカレーね、ココイチ、ココイチは普通しか食べたことない、普通。いや普通でも私は辛いんですよ、でもカレーだとね辛い。愛知県のユーポンさん、なんか久しぶり、キラキラありがとう。黒曜さん招き猫ありがとね。そう、うん、さあのいつ会えるイベントやるのね、会いたいよね、私も会いたいの、みんなに。もう数ヶ月会えてないんでね。さあの辛いの大丈夫って、なんかね、辛麺はなんか宮崎のそうソウルフードなのでめっちゃ食べれるんですよ、めっちゃ食べれる、なんて言ったらいい、大好きなんですよ、大好き。辛麺の辛さは好きやけど、なんかねそのカレーの辛さとかは結構辛いなって思っちゃうかもしれない。なんか本当に物によるね、物による。でもそうだね、物によりますかね。でも辛麺はめっちゃ好き。でもしばらく食べてないですね、もう辛麺は何ヶ月も食べてない。辛麺がね数ヶ月前にね親友ちゃんとね行った時に2年ぶりぐらいに食べれたんですよ。でそこで感動してそっから食べてないので、もう何ヶ月も食べてないね。2年ぶりに食べた時にサンカラにしたんですよ。そうサンカラを食べて辛麺食べたいな。早く会いたいな。そうだよね、私も会いたいよ。
ひろまゆさん、カラスのかあこさん、だるまさん、ありがとう。いそかぜさん、ハート、ありがとう。いつも新大久保通るっちゃけど、辛麺のお店見るとよねって。それは宮崎辛麺？それとも、もうそういう韓国の辛麺？いっぱいありそう、なんか辛いやつ。新大久保だと。早く行ってくれれば今日一緒に行ったのにって。遅いよ、だってもう行ったあとでしょ。誘ってよね。ピンク髪のさ、メロディーと交番ありがとね。いやーいいよね、5000円割引とかすごすぎる。めっちゃお得じゃん。すごい、その何キャンペーンみたいなやつすごい、ね、スタバ新作チョコレートフラペチーノ、待って、スタバ新作チョコレートフラ、チョコフラペチーノ、めっちゃ気になる。どんなの見たい。片手にピザ食べて最高じゃん。最高のあれだね、パーティータイムみたいな。チョコフラペチーノ、スタバの新作、何が入ってんのそれは。宮崎はトマトラーメン有名な、うん、宮崎とね鹿児島で有名なのかな。うーん、宮崎有名です。うん、トマラ有名よ。トマラ大好き、美味しいよ。トマラ美味しいよ。うん、ね、小松菜が入ってますかね。うん、かも。小松菜だっけ。鶏肉が入ってる。うん、トマトも入ってるけど。飲むチョコケーキ、あ、最高。最近はね、ジョイフルメドレーティーラテ、ね、ジョイフルメドレーちょっと飲んでみたいんよね。チョコだっけそれ。ゆうちゃん、ハートありがとう。今日コンネで餃子買って家に帰りました。コンネで餃子買って家に帰りました。何餃子？ちなみに、あ、オペラフラペチーノね。あ、オペラ？あれ？オペラが今月の新作？ジョイフルメドレーは、あ、ジョイフルメドレーってなんだっけ？コーヒー。私が飲みたいのオペラかな。チョコレートのやつ。オペラフラピチーノにチョコチップ追加。それ新作？あ、オペラフラピチーノが新作？この。あ、ティーラテか、紅茶か。いや、紅茶と紅茶、紅茶か。あー、まわたり美味しいね。まわたり餃子、まわたり餃子美味しい。本当に餃子のまわたりさん美味しい。新富餃子ね、いいね、いいね、すごいチョイス。うん、新富餃子食べたことないな私。どんなの。まわたり、餃子のまわたりさんはね、うん、神、美味しい。もういっぱい種類あるからね、カラフル餃子とかもいっぱいあるから、宮崎県はね本当に餃子でいっぱい溢れてる。いろんな種類ある。ジョイフルメドレーティーラテを全部ミルク、蜂蜜カスタム、あ、うん、全部ミルク蜂蜜カスタム、どういうこと、どういうこと、どういうこと。ジョイフルメドレーティーラテを、うん、全部ミルク、蜂蜜カスタム、ん？ミルクと蜂蜜カスタムしたってこと？どういうこと？
種類が多くて何がいいのか迷った。でも物語さえ選んでるからもう正解、うん、正解。どれ買っても美味しいから。でそれ結局さ、結局さ、これは何味なのよ。一応スクショしとくわ。じゃあスクショできたかな、できたかできてないか分かんないか、もう一回スクショしよう。あ、そうやって言ったらいいの。なるほど。なんだっけ、私あれやってみたいんですよね。なんかね、なんか前にね、ちょっと前にスタバ行った時にさ、前のお客さんかな、前のお客さんか、違う違う違う、お会計終わった後に頼んでたお客さんやから、ドリンク待ってる間に、そのお客さんが、とあるお客さんがキャラメルラペチーノにチョコチップ追加してて、そう、それ普通にやってみたい、うん、私まだチョコチップ追加したことないかもしんない。チョコチップ、うん、ラテはミルクとお湯で割ってる、うんうんうん、やけど全部ミルクはお湯なしで全部ミルク。あ、そういうこと。あー、ミルクとお湯で割ってるっちゃう、全部ミルク。あ、そういうことね、全部ミルクってことね。あ、そういうこと。はちみつ、あ、いいね、はちみつね、おいしそう。コウヘイさん、ダールムさん、ありがとう。あーって何、こんばんは、トメさん。いや、そう、本当にスタバはなんかカスタムとかも、なんかカスタムとか飲むものの種類もめっちゃ豊富で、そう、種類多いからさ、そう、全部全然そう制覇はできんし、今特に私はコーヒーダメなんで、そう、もともとはさコーヒーとかカフェオレとか飲めちゃったけど、そう、今味覚の問題、味覚と嗅覚の問題で本当にコーヒーダメなんですよ。うん、カフェオレ大好きな、カフェオレでさえ私飲めないんで今。そう、なんかさ、なんかさ、よくコンビニでもスーパーでもある茶色いさパッケージのさカフェオレ知らない？なんか中パックのもあるし、中パックなんかこんぐらいのパックのもあるし、大きいサイズもあるし、台形型のもあるやつ、なんだっけ、台形じゃないな、なんて言うんだっけ、まあ台形みたいなやつあるやつ、ああいうのも好きなんですけど、そう、全然飲めないので。そう、だからスタバ行くとさ、飲めるものが限られてくるんですよ。そう、味覚と嗅覚の問題でね。だからね、そう、スタバ行ってもコーヒーが入ってないかを絶対確認するし、今はそう、コーヒー入ってるって言われたらコーヒー、あ、じゃあこれのコーヒー抜きでとか頼むからね。そう、全部はまあ飲めないんですけど今は。でもあの、そう、美味しいカスタムに出会いたい、いろいろ、うんうん、あ、そうよね、47都道府県ご当地フラッペやってた時はみんなね通ってたよね、きっとエイトのファンの方特に。スタバ注文の仕方がわからんから一回しか行ったことない。行って行って行って、今回のフラペチーノめちゃ飲みたい。で、名前何、今回のフラペチーノ名前とし何入ってるもの、結局何だったの。オペラ、オペラが正解。山梨何だったっけ、ぶどうかな。え、47のやつさ、私さ、どこやったっけな、うわー、どこやったかな、忘れちゃった。え、待って、なんかさ
縄のなんか東京で売ってたりしませんでしたっけ。そんなのないっけ。いやなんかねどっかのが美味しかったんですよ。私2、3軒分飲んだんですけど。巨峰か。うん、山梨っぽいわ。ルッピーさん、フックありがとう。オペラフラペチーノか。チョコでしょ。食べ、飲みたい。オペラ。絶対飲みたい。ちなみにコーヒー入ってます？オペラの何？チョコレートソースだったっけ？え、オペラにはさ、チョコチップ入ってる？人気のないまでは全国で販売みたいなのもあった。あ、いいよね。だからなんかチンスコがなんか食べなかったかな。それが美味しかった気がする。とか、なんか沖縄だった気がするな。うん、なんかお話し会の日の帰りに飲んだ気がするな。さあ、また見に来るね。配信ありがとうってみなっぴー、こちらこそ見に来てくれてありがとうね。おやすみ。うん、フラペチーノと聞くと頭の中ペペロンチーノです。真逆、あの甘いと辛いだね。それホワイトオペラが飲みたい。え、それさ注文したらできそうやない？うん、サラちゃんの卒業公演前にサラちゃん推しの皆さんで劇場裏のタリーズに集まってたの。すごい。半分以上マンゴーのフローズンドリンク頼んでてみんなで笑ってた。愛を感じますね。すごい。え、なんかそれ初めて聞いた。嬉しい。うん、なんかあのめっちゃ嬉しい。こんなんで話してるけど超嬉しい。私の心の中今めっちゃ嬉しいそう、なんかもうさ、なんか今日目がもうさ超眠そうじゃん。そう、閉じかけてるんですけどめっちゃ嬉しいです。ありがとう。チョコチップをブレンドしたって書いてある。ってことはチョコチップ入ってるね。あ、コーヒー入ってるの。コーヒー抜こう。抜いても美味しいかな。最近はコスタコーヒー飲んでます。コスタコーヒー、スタバの。スタバなんやから、そりゃコーヒー入って、いや入ってないのは入ってないんですよ。そう、まあコーヒーの出頭を抜いてもらいますね。さあちゃんといえばマンゴーでしょって一択だったって嬉しい。オペラフラペチーノの方が美味しそう。オペラフラペチーノね、絶対美味しい。でもオペラってさ、待って、オペラってカスタムしたらさ、あ、オペラ風になるってだけか。なんかカスタムしたらいつでも飲めますよね、確か。オペラ風フラペチーノみたいな。本当にでも今オペラが出てるんですね。飲みたいな。コスタコーヒーはコンビニや自販機で売ってます。あ、コスタコーヒーっていう種類ね。なるほど。甘くてもダメなのコーヒー。そう、あのね、香り、まあ味もやっちゃうけど、そう、香りがねまずねダメなの。でもあのマミもパパもコーヒー大好きなんですね。そう、コーヒー大好きやから毎日のようにコーヒー飲んでるの。だからちょっとね、毎日、うん、ほぼ毎日あ、でも香ってはいるんですけど、うん、ダメですね。なんかでも最近ね、あのマミお家でさコーヒーこうお湯で作ったりしてさ、よく飲んでたんですけど、あの私がこうなっちゃってからそう、気使われてるから、あのマミお家で作んなくなった。そう、あのもう買ったコーヒーだったりとか、あとなんかそう、あの豆あの粉になってる豆、あれ使わなくなりましたね。そう、ごめんって思いながら。そう、そうなの。なんかねコーヒーダメなんですよね。だから本当はね、そうスタバに入った瞬間もう、あ、そうスタバの香りもね結構きついんですよね私には。そう、でも飲みたいから行っちゃうよね。そう、あとさコーヒー好きな人多いじゃん。あとさなんかコン
ビニ行ったらさ絶対にさなんだっけコーヒーがあるじゃないですか、セブンでもファミマでもローソンでも。そうだから結構ねコーヒーのにはどこに行っても、まあコンビニあんまり行かないですけど、なんかさ旅行の時とかさコンビニとかよく行くじゃん、結構きつかったりするんですよ私には。そう、あと飛行機に乗る時もお隣の方がコーヒーを頼まれると私は結構きつい、うん、ドリンクのそうサービスの時。そう、甘くてもダメ、カフェオレでもダメなの。そうそう、そういえばね、あれだよ、ちょうどこの間さ年末にお兄ちゃんの家にいる時にさ、お兄ちゃんがカフェオレを持って帰ってきて、そうカフェオレちょっと飲んでみようって思って飲んだらダメでした。あんなに甘いのに美味しくなかった。そうテクテクさん服ありがとう、ハートもありがとう。なんかねコーヒーだけは私治んないな、本当にコーヒーはちょっと、うん、だからもう断然紅茶派、今断然紅茶派。そうミルクティーとかストレートティーとか好き、うん、そうは私配信したよ、はやぶさどうだったかな、わかんないけど昨日配信したよね、昨日8時からしたかな、うん、55分までしてた気がするよ。飛行機のドリンクサービスは約500円出してビールとおつまみ買います。500円でビールとおつまみ買えるんや、すごっ。コーヒーは極度に疲れてる時しか飲まないんだって。コーヒーって疲れてる時に飲みたいもん、なんだ。キラヤマトさん、グワポさん、こんばんは。みんな疲れてる時さ何飲みたいって思う？何飲みたい？何飲みたいって思う？ゆうちゃんキラキラありがとう。一瞬寝てた？おはよう。うん。お疲れ様がべっちゃん、仕事帰りかな。コーヒーは1日3杯ぐらい飲むと体にいいらしいです。体にいいの？すごい。ブラックコーヒー、学生時代の徹夜するときに眠つけ覚ましに飲んでた。確かにそうだね、眠気覚ましになるね。栄養ドリンク、まあそうね。ココアかカフェモカ。トメさん甘い系が飲みたいんや。おしるこ？すごい。疲れてるときおしるこ、まあでも甘い糖欲しくなるもんね。私はほぼコーヒーかお茶か水ですって。3択ね。結構濃いめのココアも好きで飲みます。美味しいよね、牛乳で作るココアが美味しいね。また出遅れた、ごめんって。全然いいよ。普段ホットミルクティーとか、ミルクティー美味しい、うん、意外とみんなさビールとか言わないんですね。普段ホットミルクティー、なんかみんなさかわいいね、うん、私のルームの皆さんなんかかわいい返事が
疲れてる時はビールを飲みたいですみたいなさ言う人多いかなって思って聞いたんですけど、意外とミルクティーとかココアとか答えてくれる。かわいすぎる。ルイボスティー私も飲んだ、飲んでる、うん、今日は早く終わってお風呂の中からです。あ、そういうことね。 OK、 全然いいよ。さやちゃんが飲んでたリプトンのミルクティー一生見つかんない。え、嘘、リプトンのミルクティーなんて飲んだ私。リプトンのミルクティー飲んだっけ。あ、リプトンのミルクティーはさコンビニじゃない、紙パックのやつ、紙パックのやつかな、どれだろう。あ、もちろんビールも好き。なるほど、アルコール飲めない人、飲めない人が多いのか。かわいい、うん、だってなんかビールでしょ、ビール一択でしょみたいなさ、なんか返信来るかなって思って聞いたらみんな意外とミルクティーとかさココアとかさ書いてくれるんだもん。かわいくない。え、炭酸じゃないんですね、疲れてる時。炭酸、甘いもの、甘いものか炭酸、どっちかじゃないね。なんかさリアルゴールドとかさデカビタとかさなんかそういうの飲みたくなんない。テスト何点だったと思う。え、100点満点中ウラン的に上出来95点。さあちゃんのオフ会の乾杯はティーカップに紅茶。かわいいね、かわいい、いいですね。あー、喉渇いてるときは炭酸飲みます。なるほどなるほど、あー、そういうことか。疲れてると喉渇いてるって違うってこと。栄養ドリンク一回飲んだけどカフェイン強すぎて気持ち悪くなってなったからなってから飲んでない。95は取れない。待って待って待って、普段が何点か分かんないもんな。85点。炭酸は夏限定。あ、そうきたか、そうきたか。うん、じゃあビールも夏限定ってこと。まあ私ビール飲まないですけど、甘い飲み物はほぼ飲まないですって。甘い食べ物は食べる。あ、なるほどなるほど。紅茶飲めない。なんかさ紅茶飲めんかったさたまにおるよね。私のさ親友ちゃんも紅茶飲めないんですよ。なんで紅茶飲めんじゃろね。紅茶って癖あるっけ。84点。こんばんは。ビールはオールシーズン飲みます。おー、お仕事終わりの一杯みたいな。喉渇いてる時のビールや炭酸がうまい。そういうことなのか。確かに疲れてる&だね多分。86点。すごいじゃん、すごいじゃん。何のテスト、英語、国語、算数。夏の仕事終わりに炭酸一本飲むのが心地よい。あ、いいね、そういうの。台湾からの徳さん、うらんちゃん、ハートありがとう。お酒は飲めないか炭酸飲料で代用。全然いい。だってさ、炭酸飲料で飲んだ方がなんか、あれだよね。自分の体がどうもならずに楽しめるよね。不安にならず。
そっか、国語とかないのか。そっか、分野によって違うよね。磯風さん、だるまさん、ありがとう。オランジーナ、あ、オランジーナなんかわかるよ。形が特殊なやつね。スコールね、美味しいよね。確かに期間限定あるもんね、スコールは。確かに確かに、スコールはもう裏切らないですから。美味しい。夏のスコールは最強だね。いや、なんかさ、カルピスソーダとはまた違うんですよ。そう、私は断然スコール派。マンゴースコールね、あるよね。そう、あと巨峰とかよく売ってるかな。うん、そうそう。イオン九州限定とかあるね。いちご、すごいね。ゆうちゃん、キラキラ、ありがとう。いや、単位落としちゃダメだよ、頑張って。すごいわかるんだ。後期の方、でも後期の方が難しくない？大体ね、わかんないけど、こうどんどん難しくなっていくもんね。ヨーグルッペの炭酸って美味しいんかなって。ヨーグルッペの炭酸美味しいよ。ヨーグルッペの炭酸売ってるよ、うん、美味しい。ヨーグルッペの炭酸、うん、ね、なんかカンカンに入ってないっけ。確かあったよ、美味しかったっけ。うん、美味しい。え、炭酸、待って、あのカンカンのやつ炭酸じゃなかったっけな。もうずっと飲んでないな。え、確かね、あったよ、あったあった、カンカンのねやつ、500ミリ。うん、カンカンに入ってる。うん、飲んだことある。え、あるよ多分、私の記憶が正しければ。でも飲んでたの高校生の時だからな。うん、カンカンのやつ。ペットボトルのは、ね、ヨーグルッペってね、いっぱい種類あるんです。ヨーグルッペ、ヨーグルッペライトとかある。そう、そう、ヨーグルッペ。こんなんでよくマンゴーソフト食べまして、ちなみにカップ入りで450円。え、いいじゃん、いいじゃんね。大きい缶のヨーグルッペ見たことあるよね。確かそれね、あれだよ、うん、炭酸やった気がする。うん、大きい缶のあるよね、あの蓋付きのやつ。うん、こうなってるやつね。そうそう、でしょ、あったやろ。そう、自動販売機でさ買ってた。うん、自動販売機でしか、でも見たことないから、自動販売機限定かもしんないけど、うん、自動販売機に売ってるよ。ヨーグルッペライトはね、500ミリでね、ペットボトルでよくスーパーにも売ってる。うん、おすすめ。そう、ヨーグルッペはあるよ、炭酸。でもまあ見つけるのは、うん、正直むずいと思う。そうね。そう、炭酸は缶。そうそうそう、炭酸。確かに珍しいよね。でもなんか缶の方が逃げなさそうだよね、炭酸。そう、
そう、ヨーグルペライトソーダ、そうだ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 、ヨーグルペ飲んだことない？飲んでよ、もうずっとヨーグルペ押してるやん私のルームで。ヨーグルペ飲んで、美味しいよ本当にね、みんな美味しいよね。私はちなみに卒業公演の時、卒業公演の日はヨーグルペ差し入れしました。ヨーグルペさ、ワンケース持ってったんですよ、ワンケース宮崎から持ってったんですよね。あのさ、キャリーバッグも重くて、そうキャリーバッグにね、そうキャリーバッグ、ん？違う、キャリーバッグに最初ヨーグルッペ入れてたんですけど、怖くなっちゃってヨーグルッペを違う手提げのなんか頑丈なバッグに入れて持ってたんですけど、キャリーバッグが重い上に、そうヨーグルッペめっちゃ重いから、だからヨーグルッペ24本持ち歩いたの私。そう24本持ち歩いて、であのなんだっけ、ホテルのチェックインまで時間があってホテル持っていけないから、あのどこかのとある町のコインロッカーに預けて、でまた取りに行って持ってってっていうのをして、めちゃくちゃ、そう卒業公演前に肩が痛かった。そうワンケースは重かったな。そう24本持ち歩いたんですよ私。え、宅配で劇場に送ったかと思ったやろ。いや私自分の手で運びました。だから卒業公演の日ももう朝からっていうか昼からもうめちゃくちゃ重い荷物を持って、卒業公演の日も、はい、劇場に持ち運びました。うん、確かにね。まあでも今年で買う手もあったんですけど、そうバタバタしたくなかったんで。そう業者さんですか？違います。プレジョンさん、ダルマさん、ありがとう。そうそう、とお菓子も持ってったんで、そうそう、お菓子も結構重くてさ大変だった、持ち運ぶのが大変だったね。めっちゃ重かったよ。そうめちゃくちゃ重かった。あ、違う、なんか、あ、そう、そうキャリーバッグ、そう、キャリー、あ、そう、あのね、違う、違う、ちょっと途中まで間違ってる、今言ったの。あのさ、とある町のコインロッカーに荷物預けたって言ったじゃないですか。で、チェックインまで時間があったんですね。だから、チェックインまで時間あっても荷物を預けれるんですよ。でも、キャリーバッグと、ヨーグルペと、お菓子を全部一気に運ぶのが私にはきつかったの。肩がめっちゃきつくて、そうめちゃめちゃ重くて、だからそう、あの半分ずつとある町から運ぼうと思って、とある町までは頑張って3点セット運んじゃったっちゃけど、もうしんどすぎてしんどすぎて、とりあえずヨーグルペとお菓子だけ先にホテルに運んじゃえと思って、まあ二度手間にはなっちゃうけど、二度手間にはなるけど、ちょ自分が苦しむよりいいかなみたいな。だってもうさ、次の日卒業公演よ。そう肩死んだら終わるじゃないですか。そうだから、そうあのとある町にあのキャリーバッグを置いて、そうホテルに出まして、そうあの運びました。そう言ってもらえばサービスで運んであげたのにって優しい
ヨーグルッペの営業の人じゃ、本当だよ本当だよ。ごっちゃんありがとね。だるまさん、とある町ってじわる。だってとある町なんだもん。そうそう、途中まで3点セットで電車に乗った。そうよ、すごくない？うん、めっちゃ大変だったんですあの日。プレジョンさん、ゆうちゃんありがとう。そう、とある町でちょっとコインロッカーでもね、あのコインロッカーってさ、めっちゃ高いじゃないですか。そう、しかもキャリーバッグ大きいからさ、そう700円とかすんの。そう、びっくりしちゃうよね。ルッピーさん、キラキラありがとう。そうで、夜に卒業公演の前日の夜に、卒業公演のさ前日はさ、さすがにさ顔むくまないようにさ早く寝ようって思ったんですけど、そういろいろ準備したいことがあって、そうあのみんなに、出演メンバー一人一人にそうちょっとしたメッセージ書きたいなとか思ったりとかしてたので、事前に書いとけばよかったんですけど、そう結構詰め詰めだったから、そうホテルで書いてとかしちゃったから、結局ね寝るのちょっと遅くなっちゃったけど、そう、まあ、でも昼夜だったから、あ、そっか、あ、昼夜だわ。だから私は朝からも荷物運んでたんですね。うん、いやコインロッカーマジで高い、高すぎる。700円はやばい。だって前高くて500円だったよね、大きいサイズ。そうよ、今コインロッカー大きいサイズ700円よ、小さいので400円。うん、そう、ソースさんありがとう。ピンクカメオさんもありがとね。私も劇場に持っていくお手紙と、なかなかまとまらなくて全泊したホテルの部屋で書いてた。みんな一緒だね、ありがとね。コインロッカーいつ使ったかなって、コインロッカー本当に高いんだから、びっくり。劇場のコインロッカーも300円に値上がりしました。え、劇場のコインロッカー300円って聞くと私にはちょっと安く感じちゃう。コインロッカー私の中でもうね700円だもん。400円か700円。うん、幸せだったな。空のちゃんが本当に一番輝いてたのって嬉しい。そうやって言ってくれて、そうやって言ってくれて本当に嬉しい。高いけどなかなか空きがなかったりする。いやそう、本当に空きがないのよ。ソーセイさん、だるまさんありがとう。宮崎コインロッカー安いのって。宮崎でねコインロッカー残念ながら使うことないんですよね私。でもなんかショッピングセンターのさコインロッカー無料じゃない？なんか100円入れてさ帰るときに100円返ってこない？便利だよね。ソーセイさんペンライトありがとう。また空のに会いたかよって嬉しい。会おうね。1月全部当たってたからもう当たらないかと思ってたって。ねえ本当に奇跡だよ。あーウェブですごいそれ使ってんだ。私はもうめんどくさくってもういろんな街を歩いちゃうよ。まあ見た方が早いよね。でもさいつ閉まるか、いつ埋まっちゃうか分かんないじゃん。うん、じゃあ本当にさ東京のロッカーって空いてないんですよね。うん、3駅回ったりすることあったりするもん私。
ロッカー探すのに。うん、まあ、できるだけねホテルとかに預けるようにするんですけど、でもそうなんかさあね、不便な時はとある町とかさ、いろんな町だったりさ、駅に預けたいじゃん。そう、そういう時はなんか何駅も回って探したりする。うん、ストラドレイトさんありがとう。東京駅は荷物預かりどころがあるからロッカーいっぱいだったらそっちに行く。東京駅さ、それこそさ、なんだっけ、一商店の時だ、一商店の日にね全然空いてなくて、そうでもね荷物預かりのところあるやん、そう、そこめっちゃ並んでたんですよ。だからもう結局持ってった、うん、会場に。だから衣装さんが預かってくれました。うん、優しい。穴場の公園ロッカー、私一個だけ知ってる。うん、もう知れないけどね一個だけ知ってる、あとは分かんない、全部埋まってる。うん、ターミナルの駅でも人目につきにくい公園ロッカー結構空いてる。すごい、スタッフさんにガラガラ弾いててもらったもんね、弾いてもらってたもんね。そう、スタッフさんがさ、そう、下に降りてサイン書きに行くときに、そう、自分で持ちますって言っても、そう、いいですよって言って運んでくださって、めっちゃ優しくて、そう、下でもずっと私の荷物をね、重い荷物をさ、そう、手提げも持ってたのに、手提げのやつぐらい私持つじゃん。そう、なのに手提げも重かったんですよ、私めっちゃ。多分重かったと思うんですけど、手提げのやつもキャリーも引いてくださって、本当にね優しかった、感謝。穴場のコインロッカー知ってるけど教えられない。ヒントは駅の中。ヒントは駅の中、嘘、駅の中どこだ、私も教えないよあの時初めていつもこんな大荷物持ってるんだって思ってびっくりした。いや、あれは少ない方だね。あの日だってさ、あの日さ、私のキャリーバッグちっちゃくなかった？ちっちゃかったよね、確か。ちっちゃかったよね、確か。いや、あれは少ないね。あれは少ない方だよ、ランちゃん。うん。ちっちゃかったはず、多分。うん、多分あれだよね、一泊二泊分ぐらいのやつだよね。いや、もういつもめっちゃでっかいからいつもめっちゃ重いんだから、もっと重いんだから。あれはね超少ない、うらんちゃん、申し訳ないけど、うん、もっと大きい、もっと大きくて手持ちももっと大きい。うん、東京駅の近くだと駅の中いっぱい空いてて改札外は空いていない時が多い。東京駅の近くだと駅の中いっぱい空いて、駅の中いっぱい空いてる、嘘、空いちょらんやった。いつも海外旅行用のキャリーの、じゃあ待って、海外旅行用のキャリーは持ってないけど、もちろんけど、海外旅行用のキャリーが私は欲しいくらい荷物いつも多いよ。そうそうそう、フォークさんありがとう、ハート。そう、あのね、めっちゃ重いので、あの手持ちもだからキャリーに入んなくて、いつも手持ち溢れるんですよ。そう、いつもだってもう二十数キロ持ち歩いてますから、26キロとか力持ちじゃない、いつもね、あのね、東京から帰ってくると私は肩が痛い、うん、
磯風さんキラキラありがとう。そう、そう、本当に24パック、そう、あのワンケースヨーグルト持ち歩くの本当にしんどかったよ。本当にちょっとみんなやってみ。コインロッカー入れたり、うん、飛行機で追加料金払うならすぐ必要ない、必要じゃないものは送った方が良くないって。いや本当にさ、そうだよね、そういうさコインロッカーとかさ、そういう料金考えて、そうだよね、確かにそうなのかもしんないんだけど。うん、そうせいさんこんばんありがとう。お土産って思えば大丈夫、帰りは楽になるって思う。いやそうなんだけどさ、もうな、冬とかさ、冬はさ特にさ、あのお洋服で重いじゃん。そう、お洋服がかさばるやん。だからさ、そもそも減んないんだよね、帰りも。帰りはもっとお土産を持って帰るから、そうって思ったら、これは帰りなくなってるけど、これは誰にあげるから、これは置いて帰るからと、置いて帰るからっていうか、これはなくなるものだから帰りは軽いよねって思っていくやん。でもさ、帰りもさお土産持って帰るわけ、本当に大変。うん、そう、行きより帰りの方が荷物入んない、わかる。帰り大変だよね、荷造り。着回しはあんまりしたくない派だから、めっちゃ余計に荷物増えちゃう。え、そう、本当にそうなの。でさ、結局さ、なんかさ、お洋服いっぱい持ってってもさ、絶対ね、持ってったお洋服の中に2着は着、1着2着ぐらいは着ないお洋服があるんですよ。そう、というのもお気に入りを何回も着ちゃうからさ。そう、そう、私お気に入り何回も着ちゃうからね、これ置いとけばよかったのにってよくなる。うん、帰りのお土産入れる部分考えてスーツケース用意して、そう、帰りのお土産を入れたくて、そう、帰りお土産入れて帰りたいから、ちょっと大きい方を持っていこうかなとか思っていくんですけど、そんなことない、もう、もう全然意外とお洋服で埋まっちゃう。え、同じような感じ。そうなのよ。それならこれからお気に入りにだけにしようって。え、本当にね、それができないんですよ。なんかさ、旅行行ったらさ、写真撮るやん。だけど全部、そう、さ、お気に入りのお洋服ばっか着ちゃったら、投稿する写真がさ全部同じお洋服になってるわけ。そう、投稿したい、お出かけした日の写真がよく見たら、え、この日もこの日も同じ服着てるやんみたいなさ、なってたりするんですよ。だからそういうのが嫌で、そう、服をかぶんないようにするためにいっぱい持っていってるはずなのに、結局お気に入りのお洋服いっぱい着ちゃうもんだから、まあ投稿する写真もそりゃそら同じお洋服になるよねっていうね。でも仕方ない、お気に入りだもん、みんな許して。うん、24泊に荷造りとか想像できんってね。そうだよね。でもそう考えたら、コンサート前の私すごくない？ 1 ヶ月分ぐらい持っていかんといかんかったりさ。夏だったらいいけど、冬はね、でもそうね、ほぼほぼレッスン着なのでね。うん、ワンちゃん飛行場から荷物送るのクレカの特典で無料だったりする。え、そんなの、なすごそう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 、1週間分ぐらいを、そう、レッスンの時はね、
そうね、5日分7日分ぐらい持ってってレッスン着を。でお洗濯して回してたんですけど、やっぱねレッスン着もね、やっぱお気に入り出てくるから、そうお気に入りを洗濯するたびにすぐ着てってやってた。うん。ねえ、ほんとそうやろ、 B リアルでもそうやろ。そうそうそう、見返すとね、またこの服やんってなるよね。うん。そう、なんかさ、思いっきり踊れるようにゆったりめなやつの中でなんかお気に入りのやつとか、そうリーバイスのねお気に入りのやつがあって、それめっちゃ着てたな。そう、しかもさ、あの T シャツとかさ、黒とかさ、黒とかってさ、黒めっちゃ着てたんですけど、レッスンに黒ってさ、洗濯するたびに色あせるじゃないですか、わかる？色がだんだんさ薄くなってくの、真っ黒の状態から。で、これ私服のつもりで買ったのにみたいなやつとかはもうなんか悲しくなるよ、洗濯するたび薄くなって。これもうこれ以上レッスンで着ちゃうと私服で着れんくなるから、もうこれ使うのやめようとか、そう、そういうのもあったね。そう、そう、ナンさんありがとう。あ、そう、私全身ブラックか、上緑で下ブラックか、下は絶対ブラック。うん、そう、そう、干してそう色焼けしたり、そう日焼けしたりさあるじゃん、結構大変なのよ。黒は、黒って大変よね。うん、そうね。あ、レッスンシューズブラック、ブラックだね。レッスンシューズブラックだね。レッスンシューズは歴代2足かな。あ、うん、2足かな、多分。どっちもブラック。そう、なんか、あのさ、最後に入ってたやつは、最初の方、靴ずれすごくって、そう、めっちゃ痛かったんですけど、でも、これ鳴らして、新しいやつもう一回買おうと思ったけど、違うやつでね。でもなんかまた新しいやつで靴ずれしてもなーって思ったから、もうこれを鳴らすしかないって思って頑張ってた。うん、4年で、うん、2、3足かな、何足履いたかな。でも私が記憶にある限りは2、3かもしんないけど、2、3。うん、そう、そうね。なんかね、1足目にねめっちゃ足痛めた時期があったんです。で、変えた方がいいなって思って変えた。多分1足目がね、多分ね、靴が軽すぎて痛めたんですよね、多分。レッスンシューズね、本当はねもっと派手なの履きたかったですよ。そう、そう、でもなんかさ、めっちゃ目立つじゃないですか。そう、鏡張りだから、レッスン場、そう、めっちゃ目立つから黒にしてた。本当はなんか、まあ、ピンクとかオレンジとか履きたかったけど、そう、うん、靴のプレゼント、メーカーによってサイズ微妙に違うのでむずいよねって。でも私だいたい24だな。うん、24、私は、うん、
レッスン用と衣装用の靴ってあまり違和感ないの。ああそれね、それね、気になるよねみんな。やっぱあのさ、ステージでさ履いてる靴ってさいっぱいあるんですよ。なんかうん、アンコールとかはさ大体さ靴じゃん、靴、うん、なんていう、私服でも履けるようなっていうか、なんていう、運動しやすい靴じゃん。なんていう、なんていうタイプだっけあれ、なんだっけ、ダンクシューズじゃなくてスニーカー、そうスニーカーとか、スニーカー系やん。そうスニーカーだったらめっちゃ踊りやすいけど、あのヒールにもねいっぱい種類あるんですよ。そうあの厚底とかピンヒール系とか、そうなんかヒール、だいたいね衣装の靴はヒールがある。そうそれかローファー、ローファーはまあ踊りやすいです比較的。まあ、8は特にあのローファー多いんで、そうあの桜チェックの衣装もさ、好きだの衣装もよく私が一番多く4年間で一番多く着用させていただいた、そう好きだ好きだ好きだの、そう桜チェックの衣装は、あとは桜チェックの衣装と、うーん青チェックはローファーやから、あれは踊りやすいんですけど、もう慣れもあって。そうでもヒールはねマジで大変。しかもあのステージに立つ本番、もうほぼほぼ本番しか履かないんですよ。だから練習でめっちゃ踊れてても、あの直前にえこれ踊れるかなみたいな、そう思う時が結構多くあって、そうなんかリハとか、そう通しリハの時はうまくいってたのに本番このヒールのせいでみたいなさ、自分の中で葛藤がすごかった、うん、そうなんかぎこちなくなったらどうしようとかさ、とかも思いっきり足なんかくじったりしちゃったこともあったな。そう外資グレーの衣装も、そうローファー、ゆうとさんありがとう、キラキラ、そうそう。でもなんか時間がある時とかはあのそうヒール履いて、そうリハしたりできるんですけど、まあ大体ね本番しか履かないんで。えそうめっちゃ転びそうになったんですよ、それこそ武道館で。めっちゃ恥ずかしかったあれは。そうゆうちゃん、だるまさんありがとう。私生活であんまりヒール履かんって。ヒール、ね夏はまあ履くじゃないですか、冬はあのねショートブーツとロングブーツでヒール履くかな。ピンヒールは履かないですね。うん、そう AKB の衣装だとロングブーツ履いてみた。あロングブーツはねいいよ、ロングブーツはいい、うん、そうロングブーツ、そうね、インヒールが入ってたらいいね、なおいいね。そう、うん、AKB のロングブーツは踊りやすい。あのピンヒールとかなんかね、そうあれやばかった、あれめっちゃやばい、私公演後に足くじいたもん。エイトの雫公演のアンコールの白いヒール、白いブーティー、あれはもうみんなやばいって言ってた。そうこれでくじきましたって言ったらそれはやばいって言ってた、うん、そのブーティーはやばいって。そうそうあピンヒールって言われた、
赤いピンヒール、うんうんうん、確かに思い出すよね。そろそろランキング読もうか。もう11時10分過ぎてるんだ。ランキング読みましょう。そう、厚底のやつとか、そうね、ブーツとかヒールはやっぱり物によるけど、めっちゃ踊りやすいのもあるけど、だいたいそうね、きついね。足がもう、足のね裏がね超痛くなる。そう、本当にヒールってさ、本当にさ、足こうなったらもう終わりなんで、そう、くじいちゃうからね。ヒールで踊るのね、そうね、大変だよね。毎回靴違うからさ、そう、そう、自分の靴じゃないじゃないですか、もちろん。やから毎回違うんですよ、靴。そう、あんまり同じ靴履くことなくて、そう、まあ衣装によるんですけど、好きなの時とかはさ、あ、そう、エイトの衣装の時は、まあ、靴何回もこれ履いたことあるっていうような靴をそう履けるんですけど、全体コンサートの時とかは初めましての靴が多いから、やっぱとかユニットとかでもさ、そう、靴違うんで、そう、ブカブカの時めっちゃあるよ。ブカブカの時ね大変。そう、そう、ブカブカの時大変。あの中敷きを2枚詰めたりするんやけど、2枚詰めてもブカブカで、これ踊れませんって言って、そう、あの何、ゴムつけてもらったりとか、あとなんかサイズがちっちゃいやつを持ってきてもらったりもあるけど、あのもうメンバーのさ人数多いからさ、そう、なかなかね見つからなかったりもあるんですよね、そういう多いコンサートだとね。そう、そうそう、一回さステージ立つめっちゃ直前にこう靴履いたらめっちゃブカブカで本当に踊れないっていうぐらいにめっちゃねブカブカの時があって、そう、本当はさ、何、朝っていうか会場着いて衣装の確認に行くときに、あの靴も履いて確認しないといけないんですけど、そう、あのもうやること多くてもパンパンで、そう、できてない時とかに、そう、できてない時に、そう、そういう時があって、そうね、大変だった。マジで本当にこれステージ立てないっていう時あった。うん、でもなんとかあのゴムをつけてくださってできました。そう、あ、そう、透明のゴムよくわかるね、つけてる。靴が飛んでくのたまにある、本当。まあ飛ばしたことはないですけど、うん、衣装フィッティングって全部しないのって、いや靴はしないですね、靴はしないっていうか、靴はフィッティングのところにいつもないよね。あ、ある、いや違う、靴はね本番しかないですね、揃ってない。そう、磯風さんハートありがとう。あ、そう、ファンレターね、劇場公演だとファンレターの時ね、なんかこの靴履き心地変じゃないって思って、でももうさ、あのファンレターの時ってさ、私後組じゃん、あの MC 後組じゃだったじゃないですか。そう、着替えて入ってくるみたいな感じで、でも入りますよみたいな声かかってる時に、え、これ逆かも、なんかこれめっちゃ違和感あるって思って見たら、もうね靴がこんななってんの。そうで、
やばいって言ってメンバーに言いそう、先輩とかに言いそう、これ屈逆なんですけどどうしたらいいですかって言って、そうバレないバレない大丈夫みたいな感じで、そう出て、だからもう本当にめちゃくちゃ、でもさファンレッター私踊んないからさ、じゃ踊んないポジションだったのでそう立って歩いて座ってとかやったからよかったけど、本当にあの日やばかった。靴逆でめっちゃね履き心地悪かった。そうえバレなかったって、バレてないですよねバレてなかったらもう私の勝ちですよ、絶対バレてないと思う。うん、バレないきっとバレ、多分バレないし踊んないから大丈夫って言われて、じゃあこれで行きますって言って、でもさ MC もあるじゃないですか。まあでも多分みんなきっとね顔見てくれてると思うんで、さ、そう足なんて見てないよね、そう足の靴なんて見てないでしょ、そう MC 中にそうMC のネタにそう私ねさそういうのがさできないんですよ、そうなんかそういう面白い人になりたい、なりたい、うん、でもまあでもあれだよね、その時点でさ MC でさ言ったらさもうね恥ずかしいだけになっちゃうかな。いいんですよきっとバレてないから、バレちゃうやろ、え分かった方おる、おらんよねきっと。あそう最善じゃないと見えないからね、そう最善じゃないと見えないから、えなんか靴逆なんですけどとか言ってもらいたかったってそうもうごまかすので必死だった、本当にバレないか心配だったもん、うん、ねピンヒール折れてさどうやって踊るの、もう靴両方脱いじゃうのかな、私イヤリング落とすはめっちゃあった、あとね一回ねいつやったっけ、めっちゃ最初の方多分あれや、私劇初めて稽古園出た時、出た日かなか次の時くらいにね、海を渡れの衣装のあのフリマネとマチカロンパーティーと海を渡れの衣装のここの豪華なネックレスは磁石なんですけど、磁石でこうやって止まってるっちゃけど、見事に客席まではいかんけど客席の方に飛んでったことある、うん、そうお見送りのこう柵があるじゃないですか、その手前ステージ側ステージ寄り、そう飛んでっちゃったことあるな、うん、そう MC で話せばみんなの前でちゃんと直せてスッキリする、あそう踊る曲だったらそうしたかった、うん、よかったよ、でもうまくなんとかやりきれて、そうえ嬉しいサロンの時にしました、ありがとう、客席まで飛んでたらプレゼントダメだよ、でもねあれ多分ね私が思うに客席まで飛んでいったら誰か怪我しちゃう、あれはちょっと、うん、ちょっと重めやし、うん、角張ってたりするかもしれない、でもめっちゃ可愛いの、めっちゃねあのネックレス可愛かった、髪飾りも可愛いし、うん、リュウちゃんキラキラありがとう、そろそろ本当に終わろうね、みんな20分になっちゃった、ランキングもよし、ちょっとめちゃくちゃ楽しくていっぱいおしゃべりしちゃったけど、みんなねそろそろ寝なきゃだよね、私もお風呂に入りますね、みんなまたいっぱい話そう。
10歳はゆうたさん、ありがとうございます。12位ピンクカメオさん、ありがとうございます。11位フォーコさん、ありがとうございます。10位はカラスのカーコさん、ありがとうございます。9位はルッピーさん、ありがとうございます。8位はゴーちゃん、ありがとうございます。7位はソースさん、ありがとうございます。6位はテクテクさん、ありがとうございます。5位は磯風さん、ありがとうございます。4位はゆうちゃん、ありがとうございます。3位はワイザップさん、ありがとうございます。2位はナンアットマーク、サーチャイトーシー大好き、かもかわいい、ありがとう。1位はプレジョンさんでした、ありがとうございます。キムに戻ります、頑張って。怪我してもいいです、もらえるならダメあげないうん、ってことで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。スクショ、OK ってことでいきますよ、せーの、そらろん、じゃんけんじゃんけん、ブン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 、みんなありがとう。サーノンの声マイナスイオン出てるから聞いてるとリラックスできる、ありがとう。本当に嬉しい、嬉しい、そうやって言ってくれて。じゃあみんな今日もこんな夜に見てくださってありがとうございました。ってことで皆さん明日もお仕事に学校に頑張ってください。じゃあみんなゆっくり休んでね、あったかいお風呂に入って。じゃあ皆さんおやすみなさい、バイバイ、バイバイ。